ボタフォゴ FR 通称ボタフォゴは、ブラジルリオデジャネイロ州リオデジャネイロを本拠地とするサッカークラブである。タッサブラジル優勝1回、カンピオナートブラジレーロ1回、カンピオナートカリオカ優勝20回などの実績を残した古豪。他の同盟クラブと区別するために、ボタフォゴ RJ と表記される場合がある。RJ は、リオデジャネイロ州の略称である。 1894年7月1日、CR ボタフォゴとして設立された。1904年、クラブ名をボタフォゴ FC へ改称した。1942年12月8日、現在のクラブ名であるボタフォゴ FR へ改称した。同じリオデジャネイロを本拠地とするフラメン語、フルミネンセ、バスコダガマとは、ボタフォゴを含め、リオのビッグ4と呼ばれ、 これらのチームとの対戦はクラシコと呼ばれる。十選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。